セダブリランテスは日本の競争馬。主なカチクラは2017年のラジオ日経賞、2018年の中山金牌。馬名の意味はスペイン語で鮮やかに輝くシルク。父な、母なより連想。2014年1月12日、北海道白尾町のヤシロ大コーポレーション、白井ファームで誕生。一口馬主法人、シルクホースクラブより、 総額2500万円で募集された。早北ファームでの中期育成を経て、ノーザンファーム空港牧場で育成された。2017年ノーザンファーム天営にて、美保、手塚隆久9社に入級。2016年12月の新馬戦をデビュー勝ちする。しかし、レース後に骨折が判明し、休養に入る。2017年は5ヶ月ぶりの復帰戦で、初の芝レースとなる。 サナエ賞を解消し、デビュー2連勝とする。続いて、ラジオニック賞に出走し、逃げたウィンガナドルをゴール前で、首差捉えて、無傷の3連勝での重賞制覇を果たす。デビュー4年目の石川有希人、新種母場の父、ディープブリランテにとっても初の重賞制覇となった。秋は、セントライト記念から、喫花賞に挑むローテーションを予定していたが、 座席のためセントライト記念を回避。仕切り直しの一戦として、アルゼンチン共和国媒に出走し、同期の東京優秀二着馬スワーブリチャードの三着だった。年明けの中山金杯では、単勝2.5倍の一番人気に押され、先に抜け出したウィンブライトをゴール前で、首下がわして、重賞二勝目を挙げた。レース後、陣営からは、距離が長くなっても大丈夫と、 コメントが出され、春の G1 戦線が視界に入っていたが、レース後に左頭骨炎異端骨折が判明し、6ヶ月以上の休養を要すると診断された。8ヶ月ぶりの復帰戦となった新潟記念では57.5キロのトップハンデを背負い、7着に終わった。1年ぶりに帰場した石川雄貴人は、休み明けなのか、金量なのか、と首をかしげた。 2018年の新潟記念以来、1年3ヶ月ぶりの競馬となったディセンバーエスに石川祐希人安上で出走、復帰戦を勝利で飾る。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。